泉当店夏祭り獣鏡より、トーネスケは12点出ておりますけれども、そこからいくつか作品をご紹介したいと思います。まずスケロクゆかりの江戸桜より、こちらは、泉谷あげまき、そしてこちらが相方のスケロクくんです。まず、制作にあたってスケロクを先に作りました。でそれは、スケロクのケロに合わせてちょっと変えるっていうシャレを考えたところから入ったので、スケロクが先でした。それでこのスケロクの、見どころは顔です。顔が、熊取りを忠実にちょっとカエルに施してみました。それがちょっとうまくいったかなと思っています。かっこよく見栄を切れてると思います。で、相方のあげまきですが、こちらは、衣装がポイントなんですけれども、本当の衣装もこのように派手派手な感じで、ゴセックを表していると言われていて、この表目のまな板帯は5月の端午の節句です。で背中がもっと派手で、背中はお正月を表しています。結構揚げ巻きのボリュームが、そうですね、やっぱりすごいと思うんですけど、中どうなってるんですか？中は、空洞になっています。全部染め付けは全部なんか空洞にしてるんですか？はい、そうですね、大体空洞にしていて、たまに、腕をこう曲げてそこに通す紐を通すみたいなのもあるんですが、大体焼き物重いので中をある程度抜かないとっていうことで、ある程度形を作って半分に切って中を抜いて穴を開けて元の形に戻して細工をするという工程を踏んでいます。はい、次に、かなで本中心蔵のこちらネズミ3匹で打ち入り中です。でこの猫の方が河野諸直の役をやっています。河野諸直です。作品のポイントとしては、割とこうネズミがすごく演技力を発揮してくれて可愛く打ち入ってるかなと思います。で河野諸直のモロニアオなんですけど、は今こう追い詰められて切腹をしようかと考えているところです。でまあなんかちょっと太ってるんですけど、一応ビビって尻尾はぶわっと膨らんでいます。はい、根付けのやっぱり穴はい穴なんですけど、その打ち入り中の穴はどう、穴は見えるかな、ここです。ここに1個穴、あと下裏足の間に1つ穴があります。やっぱり穴って大変なんですか、どこに開けるとか。そうですね、なるべく動物を作っていると体に開けたくないなっていうのがあるので、なるべく体に開けないようにはしています。はい、こちらは鳴上不動北山桜の毛抜きという演目から、たるみの前と、あとおじめです。たるみの前というのは垂れ耳の前と書きます。本当は、錦の前というお姫様で、髪の毛が逆立ってしまう病気に奇病にかかっているという設定なんですが、こちらは、耳が立っちゃったっていう設定になってます。でこちらは、方位地震、小道具で出てくる方位地震をおじめにしました。もともとそのウサギは耳が垂れてるウサギということです。ロップイヤーの耳垂れウサギがの耳が立っちゃってるという設定です、はい、次にこちらは恋飛脚大和往来から飛脚屋中兵衛夕猫梅川という作品です。これは、
猫とネズミのなんていうんですか、道ならぬ恋じゃなくて禁断の恋、禁断の恋にしました。でこれから、2人で逃避行するところです。で裏はむしろに隠れているむしろに穴が開いています。